皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。今日もこの後6時までの約30分間、最後まで皆さんぜひお付き合いください。私は青森県の津軽地方に住んでおります。そんな津軽地方の話題だったりですね、あと日頃に起きた出来事、お仕事のこととか、過去の出来事、そんなことをですね、気軽におしゃべりしているラジオ番組でございます。はい、今日は12月の24日、クリスマスイブですね。はい、メリークリスマスということで、皆様の沖縄は雪は降っていないと思いますけども、私たち青森県はですね、今週から本格的に雪が積もりまして、今すっかり、雪化粧されているというか、もうしっかりと積もっている冬がようやくこう始まったなというような感覚でおります。今週なので1年ぶりにはならないですけどね、今年の2月も雪降ってましたので10ヶ月ぶりくらいになるんですかね。久々に雪かきをですねやりました。この雪かきがですね、なかなかこう楽しいものにならないのがちょっとこう残念なところなんですよね最初のうちが楽しくて後からだんだん嫌になってくる、そういうんだったらまだいいんですけど、最初から嫌なんですよねこれがなんかこう画期的に楽しくなると冬めちゃくちゃ明るくなるなって思うんですけどね。一晩で、初めての雪かきをした日はですね、一晩で、10センチ15センチくらい積もったかなと。これってあんまりこう積もってる方じゃないんですよ。積もる時ってめちゃくちゃ積もったねっていうのはもう30センチとか一晩でですよ、積もったりすることもあって、そうなるともう大変って感じなんですよね。なので今年のデビュー戦、雪かきデビュー戦は10センチ15センチだったので、全然序の口というかですね、ウォーミングアップには良かったなというぐらいな積雪だったんですが、それでもやっぱ久々にやると大変なんですよね。結構僕雪かきやるときに毎年やってるんですけど、今携帯のアプリで歩数計の機能がついてるじゃないですか。で無料のアプリなんですけどね、その位置情報を取るやつもあって、その位置情報で、どこを歩いた、ウォーキングとかねランニングの時によく使うんですけど、私それを使っていてですね、雪かきの時にも使うんですよ。で雪かきって基本的には自分の家の周りとか、自分が活動する範囲だけをやっぱり雪かきやるもんなんで、正直そのウォーキングランニングに比べたら全然活動範囲狭いんですよね。家の周辺だけなので、で自分はその朝起きてその雪かきをするときにそれをつけるんですよ。ウォーキングアプリをつけて雪かきをして、何分やったかなとか、あと運動量とかの脈拍もね取ってくれるので、そういうのもちょっと見たいなと思ってつけてるんですけど、当然その地図アプリも連動してるので、どこを雪どう雪かきしたかっていうのも、ルートじゃないけど分かるんですよね。面白いというか、あんまりこういう使い方してる人いないんだと思うんですけど、雪かきって、スコップで雪をねこう一塊に、お山のようにしたら、スノーダンプって言われるなんかこうちょっと平べったいやつで、それをすくい取って、雪を捨てる場所に持っていくっていうのが基本作業なんですよね。でこの基本作業を繰り返しやっていくと、同じところをずっと歩いてるんですよね。基本はこうずっと同じところの行き来をしてるんで、で、
さあ雪かき終わったってなった時にそれをこう止めると、まあ、ウォーキングアプリを止めると結果が出るわけじゃないですか、まあ、どれくらいの時間、運動してたかとか脈拍がどうだったよとか、うん、でこれをね、見てこの地図アプリの軌跡、そのどう歩いたかって軌跡を見るともうね毎日文字だったりもするんですよね。ずっと同じとこ歩いてるからでもびっくりするのが、大体1時間半とかかな、朝1時間半ぐらい雪かきやるんですけど私は。でその1時間半で何キロぐらい歩いてると思います？いやもうね、もう単位キロなんですよ、メートルじゃないんですよもうねその中でキロを歩いてるんですよね、毎日文字なんですけどね、うん、多い時はね3キロから4キロぐらい歩くんですよ、うん、だからまあまあいい運動になってて、でなおかつまあ重たくはないけどでもこうひねる運動っていうんですか、雪かきなんで、すくって、まあ、捨てるみたいなこうひねる運動が結構多いんで、まあ、エクササイズにはねちょうどいいんじゃないかなと、まあ、腰は痛めないようにしなきゃいけないですけどね、うん、まあ、そんなこんなで、まあ、雪かきデビュー戦ですね、4キロ歩きまして朝4時に起きて4時半からスタートして、1時間半なんで、まあ、6時ちょっと過ぎぐらいかな、まあ、雪かきやりましたね。まあ、これから、そういう日々がですね、2月いっぱいまで続いていくと。はい。やっぱ北国の皆さん頑張りましょうね。はい、この番組ではですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowa.com。797@fmginowa.com です。こちらの番組をですね YouTube でご覧いただいている皆様は YouTube チャンネルの、動画の等にはですね QR コードがございます。この QR コードを読み込んでいただきましたら、私松山という人間が一体どんなことやってるのかなっていうのが、まあ、少しだけ、分かるようになってます。基本謎めく人にちょっとなっていきたいなと思ってましてなんでって感じですけどあんま何やってるか分かんないっていう感じにしていきたいんですよねなんでって感じですけどね、うん、まあいろんなことをですねちょっかい出してはやめずに続けてるものもありみたいなね、うん、まあ、そんな感じなので、ぜひですね興味がありましたら QR コード読み込んでいただいて、ノート、こちら毎日、最新情報をですねアップしております。何かしら書いてますんで、はい、ぜひご登録いただけたら嬉しいなとに思います。はい、それではクリスマスイブのつながるラジオも、どうぞ皆様最後までお付き合いください。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。はい、クリスマスイブのつながるラジオ、少しゆっくり喋っていますなんすかね、ちょっとこうあまり早口にね結構なりがちなので、たまにはゆっくり喋ってみようかなってオープニングも思って喋ったんですけど、やっぱだんだん早口になっちゃいますよね。さて、今日のですねつながるラジオなんですが、私は、新卒入社でユニクロに入社をしてるんですよ。で今日はそのユニクロの話をします。先週もちょっとユニクロの話をしてまして、ここ最近ユニクロの話をするのに自分自身がハマってるんですよね。っていうのも15年ぐらい勤めてたんです。で何やってたかというと普通に店員さんをやっ
ってた時期もあるし、あと店長もやったし、その店長の上になると、まあ、店舗数が多いので、グループになってエリアって言ってね、こうそういうちょっと塊小さいグループになるんですけど、そこをこう統括する人が、SV って僕ら呼んでるスーパーバイザーっていう仕事になるんですよね。まあ店長さんの上司みたいなイメージです、うん、そのスーパーバイザー SV もやった、その後本部にも行ったみたいな、そういうキャリアを持ってるんですよ。で、実はあの GU っていうねブランドもあるんですけど、その GU っていうブランドは2006年に立ち上がったブランドで、今やね皆さんそういうふうにこうはいはいわかりますっておっしゃっていただけるんですが、その2006年当初ブランド立ち上げた当初なんか誰も知らないブランドだったんですけど、まあ、そのブランドをですね、まあ、立ち上げる、自分は店長としてだったんですが、その立ち上げることも、させていただいたという、まあ、 今辞めてからだいぶ経ちましたけど、だいぶお世話になった会社ではあるんですよね、うん、で世の中ユニクロで働いてましたっていう風な話をですね、まあ自己紹介でもすると、まあ、驚かれるのと同時にですね、やっぱ大変だったでしょうみたいなことも言われることが多くて、はっきり言うとねブラック企業じゃないのとかって言われることもあるんですよ、うん、で、まあ、そのなんですかネガティブなイメージを、ちょっとでもですね、今日は覆してみようかなっていうチャレンジです一人で勝手に喋って、一人で勝手にチャレンジして終わっていくんですが、はい、いや働いていいこともあるよっていうことをですねちょっとお話ししようかなと、うん、だから内部にいた人のお話って結構そういう、まあ、刺さりやすいんでしょうね。なんかこうブラックだとかネガティブな話って好きですからね、僕も好きですもん、うん、刺さりやすいからやっぱり目についちゃうんだと思うんですけど、結構学べる会社だと思いますよ、うん、僕も15年お世話になって、まずまあボンクラな学生なわけですよ、入社してた時なんかね生意気だし、言うこと聞かないまではいかなかったですけど、あんまりなんですか、いわゆる社会人っていうよりは学生さんっていう感じですよね、うん、まあ、常識もあんまりなくって、うん、礼儀わきまえてるつもりがわきまえられてないみたいなね、そんな感じですよ。で、そんな私を入社した時に、結構この根っこからこうガツンとこう直してくれたというか、うん、叩きのめしてくれたというか言い方悪いですね、こういうこと言うからダメなんだろうな、うん、でもいい意味で言ってるんですよ、そこは叩きのめしてくれたのはね、うん、まあ、鼻へし折ってくれたというか、うん、で、はあ、そうか、今までの自分の振る舞いは良くなかったんだっていうことに気づかされたっていう経験をしたのもユニクロなんですよね、うん、で、まあ、私入社当初っていうのは、まあ、そんな人間だったんですけど、まあ、すごくこう働いて衝撃を受けたのはですね、やっぱこう一人でできる仕事じゃないんですよね、ユニクロの仕事って。やっぱレジの人がいたりとか、あとはこう試着室のねフィッティングルームの対応する人とか、あと裾上げで、ボトムスのお直しですよね、裾上げをする人とか、まあ、掃除する人もいれば商品を出す人もいるし、まあ、いろいろ計画を組む人もいるしって、いろんなこう分業になっていて、そのいわゆるチームになって働いていくっていうことが求められる業態なんですよ。たった一人で全部できないですからね、うん、で
やっぱ入社してすごくこう、あ、これ俺無理かもなと思ったのは、やっぱチームで働くことっていうのが結構自分は苦しいのかもしれないなと。で、自分はその店長候補っていう形で新卒入社してるので、いつかは絶対店長やらなきゃダメよっていうような感じで入社してるんですよ。あ、もちろん、勝手になっていくんじゃなくて、社内の、評価とか、あとは試験を受けて認められなきゃ店長できないんですけど、でもまあそれをちゃんと目指して店長やってくださいねっていうことなので、束ねていくっていうことが必要なんですよね。一番最初に思ったのは、それが、あ、自分にはできないんじゃないかなと。束ねていくとか、人の上に立っていくっていうことは難しいなっていうのをすごく感じました。で、やっぱそのね、不安感を持っていて仕事をしてたので、どこかしらでやっぱそういうのって出ちゃうんですよね。自分のこう課題というか、弱点として、チームワークで仕事するっていうことに苦手意識を持ってるから出ちゃうわけです、仕事上で。で、やっぱ大きく出ちゃった時があってですね、まあチームにね、そのこう迷惑をかけてしまったというか、私が発端であまりこうチームをまとめられなかったっていうことが、まあ多々あって、あ、やっぱり無理なんだなぁなんて思って、さてやめようかと、もう向いてなさそうだから違う仕事やろうっていうふうに思ったのが3年目ぐらいですかね。で、その3年目でもう辞めますって話をしたんですよ。で、したんですけど、まあ、その当時の上司がすごく引き止めてくださって、まあまあやれよと、いや、やれよ、もうちょっとあのしっかりとした説得でしたけどまあやれよという感じでおっしゃっていただいて、分かりましたと。で、やったんですよね。でもやっぱりうまくいかなくって、結局こうちょっと心の方にね、傷を負ってしまって仕事を休むみたいなことにもなっちゃったんですよ。で、その時にやっぱりやめとけよかったと。もうやっぱ自分には向いてないんだなって思って、その休んでる間に転職活動をして、その粛々とね、あの退職に向けた手続きをしようみたいな、自分の中でもちょっと思いがあったんですよね、その時は休みながらも。で、その時だから、なんかふと思ったんですよね。なんか本を読んでたのかな、なんかそういう自己啓発本的なのを読んでたと思うんですよね。ちょっとこううまくいってない時期だったんで、ふと考えたのは、いや、こういうちょっとチームをまとめていくことができないっていうこともそうだし、本質的にはやっぱこう人に対する苦手意識というか、そういうのがやっぱあるんです、あったんですよ。根本的にはこう対人恐怖症までいかないぐらいのちょっと怖さみたいなのを持っていて、あ、これをちょっと克服しせずに人生を終えていくことは、これは不可能なんじゃないかなと。まあ要はですよ、あの人と全く交わらないでこの先死んでいくことはちょっともう無理だろうなと。絶対何かしらね、一緒にやることもあれば、やっぱ人を抜きにして人生って多分過ごしていけないと思うんですよね。だったらやっぱこの課題をちょっと乗り越えなきゃなと、人に対する恐怖心みたいなのは乗り越えなきゃいけないなっていうふうに思って、そこからまた休みながらもなんかいろいろですね、このチーム作りの本読んでみたりですね、なんかいろんなことしてたんですよね。で、まあ、やめようと思ってた時だったんですけど、なんかそういろいろこうスキルとか本で読むと、だんだんなんかそういうことをやって見てみたい、試したいみたいな気持ちが出てきて、チーム作りっていうのをちゃんと本気であんまやったことがないなと。だからちょっとやってみようと思って、戻ってね、その職場復帰した後に、まあちょっとして店長をやらせてもらえたんで、店長をやりた時にそれを試したんですよね。試すというか、まあ実践してみたんですよ。で、そういう
実践をしてみると、まあ最初からうまくいくことって全然ないんですよね。そんな本書いて教科書通りやったから、すごくみんなハッピーになりましたなんてことは全然なくって、やっぱ相手は人間なんで、全然うまくいかないことの方が多いんですけど、まあその前と違うのは少しこう折れない気持ちが持てたというか、自分の中にもどうしても克服したいっていう気持ちがあったから、そういうふうに折れないようにしていきた いけたっていうのがあって、だからだん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 ですよ、本当に徐々に徐々に、なんか少しずつ雲が晴れていくような感じですかね。なんか少しずつこうだんだん良くなってきて、なんとなく、そっけなかったチームメンバーがこう心の距離が縮まってきているような感じがして、で、なんかうまくね、あ、こういうことにやればうまくいくんだなみたいな、こういろんな上司のサポートとか周りの同僚のサポートとかアドバイスのおかげもあって、なんかうまくいくようになってきたんですよね。あ、こういう感じでやるのかなみたいな。でそこで初めてチームで働くことって結構面白いのかなと、いうことを感じたんですよね。だからこうチームワークっていうものを、まあね、まだもしかしたら自分なんかが完璧に理解してるもんじゃないんだと思うんですけど、でもチームで働くことの面白さっていうのを教えてくれたのも多分ユニクロっていう会社だし、あとはそういうのを、まあ、20代で任せてもらえる土壌をもらえたっていうのも、まあ、おかげなのかなと、いうふうに思いますね。なかなか多分普通の20代とは少し違うところにいたのかもしれないなと、まあ、その分苦労も大きかったし、まあ、泣いて泣かされみたいな、そんな、傷つき傷つけみたいなことですかね。そういう20代30代だったんですけど、まあいろんなことを経験させてもらえる会社だなというふうに思いますね。で、その後まあ転職をしていくことになるんですけど、やっぱりそういうっていう外から見てもね、ちょっと厳しい会社だっていうようなイメージがある分、あそこでやってたんだったらとかユニクロとか GU でやれてたんだったらみたいな、そういう見方もしてもらえるし、いまだに助けてもらってるんですよ、やっぱユニクロ GU っていう看板。もう、1万円も洋服も売ってないし、何にも絡んでいない、そのユニクロ GU っていう業態なんですが、それでももともとやってましたということで、そこに対して、興味を持ってくれたりですね、自分っていう人間に興味を持ってくれたり、それが発端で、まあ、仕事につながっていたり、その経験談をやっぱりこう大事に聞きたいっていう方がいたり、なんかやっぱそういうことってありがたいなというふうに思うんですよね。で、まあ、きっとこれってユニクロ GU いたからじゃなくて、実はどんな人でもそういうことなんだと思うんですよ。今やってらっしゃる仕事とか、これまでやってきた仕事で語れない経験談とか学ばなかった経験って多分あんまないのかなと。これはやっぱポジティブなこととかネガティブなこともいろいろあったと思うんですけど、これは私もすごくあったし、で誰しもがあることなんだと思うんですよね。そういう経験っていうものから、なんか看板の大きさで私は助けてもらってるんですが、そういうの関わらず誰にもあるもんなんで、なんかそういうのをね、やっぱりちょっと自分を大事にしていきたいなと、なんかこう相手のこうあんまりこう細かく聞くことってね、ちょっとなんか失礼なんかなと思って聞くことないんですけど、でもなんかちょっと聞いてみたいなっていうふうに思うんで、まずは自分から喋るっていうことを今やってます。なのでチャレンジだっていうふうに言ってるんですけどね、まあ、ユニクロっていうものをポジティブに捉えられるようにするチャレンジと言いつつ、自分の中のチャレンジなんですよ。まあね、なんか何の話してるかちょっと分かんなくなってきましたけどまあそんなクリスマスイブもいいじゃないですか。
ね、一生に一回ぐらいあったってね、はい、まあ自分もね、あのいろいろこう経験したことをまあ無駄にしないようにというか、これも、まあ、授かり物みたいなもんなのかなと思うので、その経験を話すことで誰かが助かったりとか、なんか悩みが解決するのであればですね、なんかどんどん話していきたいなと思いますし、まあ、店長だけじゃなくてね、やっぱそのマネジメントしてる人とか、ちょっとこう部下を持ってる、仲間を持ってるっていう人はいろんな悩みにやっぱぶち当たったりすると思うので、なんかそういうことをね、やっぱ経験した人じゃないとわからないことっていうのもねあったりするかもしれませんし、ね、なんかおざっくばらんにね話せるような環境をなんか今後作れていったらいいのかななんていうふうにも思ってます。はい、ということでですね、エンディングの時間でございます。はい、今日のクリスマスイブの念とつながるラジオは、まあ、取り留めもない話を、まあ、毎回取り留めもない話をしているんですが、はい、今日はですね、ユニクロのか GU の経験からですね、ちょっと思うことを話をしてみました。ゆっくり話すと言って結局早口になってしまいましたね。はい、まあ、来年の課題にしたいと思います。毎週日曜日のですね5時半からは、つながるラジオをお届けしております。YouTube ご覧の皆様はですね、QR コードございますので読み込んでいただいたら、私って人間ってどんな人間なのか少し垣間見えるような情報発信しておりますので、よろしければご覧いただけたら嬉しいです。はい、あと今日話したみたいにね、なんかこう店長やってますとか、なんかこう人のマネジメントやってるけどうまくいかないかもみたいなね、まあ僕も全然うまくいかなかったですし、未だに多分やったら迷うし悩むと思うんですけど、なんかシェアするだけでもね気持ち楽になると思いますので、なんかそういう方がいらっしゃったら全然気軽にね DM でもダイレクトメッセージでもメッセンジャーでも、まあ、何か送っていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、なんと12月の24日ですけど、また来週31日もつながるラジオございますのでですね、はい、ぜひ、最後大晦日もお聞きいただければなと、紅白歌合戦の真裏になりますけどね、はい、ぜひお付き合いください。はい、では、また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。